スタートします。あ、こっちの星の元の人ですか。さあ今スタート。さあ電車、混乱もなくスタートを切りました。さあ戻ってきまして、トップから6番手の飛騨県まで 1.54 秒差、グリッド上の順番で周回を重ねております。さあグリルトンが6秒68を出し、おっ、下の出、下の出もミスで進んで、2番手以降はガタガタやってやってる間に、さあグリルトンが、1人うまく逃げ出した感じ。さあ2番手のタッツエレソンさん約3秒。さあ6番手のシチャルドももうすぐ後ろまでクリュートンが、追いついてきてる感じですね。ここでまた、タッツエレソンが単独で運送した関係で、さあ順位が、さあドリブルが2番手。さあメルセデスのワンツーですね。メルセデスワンツー。メルセデスワンツー。さあトップと2番手の差が3秒。2番手3番手が 1.5 秒。さあグリルトンはすでに、クロス、シチャルドとクロスタッテンをこれでレッドブルフ大学生に周回を繰り返ります。さあ飛騨県も飛騨県で4番手の飛騨県までアップ。さあブルブルがミス、ドリブルが走ってる間に、2番手にタッツエレスが上がりました。さあトップの、あ、出た、クリルトンですね。実は平家もすでに、3番手平家もラップをプレイして、2番手です、2番手のタッツエレスの1秒半くらい後ろですかね。レースは現在、20色や、さあレースも3分の1を消化しまして、トップクリルトン、2番手にタッツエレス、3番手にヒラケ、4番手クロスタッペ、ドルゲルグシタルグテッドを取ります。ちょっとタッツエレスが通りましたね。ところでさあクリルトンが24周目にして電車をラップにしております。ピットまでです。さあピットまで、あっとハイサイド、さあクロスタッドハイサイド。さあクリルトンが1人抜けてますね。ここでピットオープンです。ピットオープン。さあ、タツエースが最初に入ってきた。さあ、スタイルドも入ってきた。さあ、今、ピットが、クリーンな状態になってますね。さあ、ここでヒラキンが入ってきて、ブルブルが続けてきた。さあ、メルセデスはピット作業早かったですね。さあ、今、ピットクリーンな状態で、クロスタッペンが入ってきた。クロスタッペン決めてた。で最後にトップのクリルトンがリュート入ってきて、今ピットを出ましたね。ああ、つらい。さあ、シチャルですね。シチャルが転倒してました。さあ、トップはクリルトン、現在35周目。2番手、タッツルスが現在34周目。約時間にして9秒差ですね。3番手、ヒラケンが、タッツエレスから4秒。ヒラケンとドルベルグは 1.1 秒。で、ドルベルグとクロスタッテンの差がですね、3秒差だ。で、シチャルドがちょっと今遅れてしまってる感じですね。さあ、レースは現在、39周から40周目。シチャルドがちょっと遅れてますね。あの、5番手からも遅れてます。ラックダウンもやってます。ヒラケのウィープが、ヒラケも非常に大変な環境でですね。
勝率はすごいぞ。